体操東京五輪代表選考会見全日本選手権最終日18日群馬高崎アリーナ。男子の個人総合決勝が行われ、予選7位で首位と 2.499 点差でスタートした19年世界選手権代表橋本大輝順大が予選との合計 173.365 点で大逆転の初優勝を果たした。予選で首位に立ち、史上最年少 V に挑んだ18年ユース五輪五冠の北園丈琉。特集会は跳馬でミスがあり、最後の鉄棒でも落下。両肘を痛めるアクシデントで合計 170.197 で6位だった。19年世界選手権代表の谷川航、セントラルスポーツが合計 172.728 点で2位。連覇を狙った甲斐赤妻、セントラルスポーツが合計 172.696 点で3位だった。16年、リオ五輪団体金、メダルメンバーの白井健三、日体大京は27位。田中典典、コナミスポーツは23位だった。男子は五輪団体メンバー4人のうち、全日本予選、決勝、5月の NHK 杯の成績上位2名は自動的に代表に決定する